ケージャーレックミスを開けていきたいと思います。今日はですね、冬イベントウィンターワンダーランドが入る際に一緒にですね、複数のアップデートが入りまして、結構新機能とか増えましたので、実際にですね、どういったアップデートあったのか、パッチノートを見つつみんなと共有していきたいと思っております。ということでですね、本日はなんか新しいものが入ったらしいよっていうところのパッチノートになっております。本日の目次はそれではこちらになっております。1つ目がアップデートの状況で、2つ目がアップデートの内容で、最後にアップデートの注意点やっていきたいと思っております。で、まず1つ目にですね、アップデートの状況なんだけど、一応アップデートに関してはですね、 PC 版、PlayStation 版ともにですね、入ってるっぽいので、まあおそらくですね、あのほぼほぼですね、あのコンシューマーと PC は一緒の感じになっておりまして、まあスイッチはね、ちょっとね、別舞台なので別動態になってますので、そこだけはね、ちょっとね、ご了承くださいって感じなんですけど、まあいつものですね、 PC と、コンシューマー系はですね、 PlayStation、Xbox は、多分ですね、入っておりますっていう形で、ね、パッチの音は出てますので、まあ、実際にね、入っているかと思っております。で、そんな感じですので、基本的には今回はですね、ウィンターワンダーランドと一緒にですね、パッチが入ったので、まあほぼほぼみんな環境が一緒になったんじゃないのかなという風な具合でございますという感じですね。で、早速なんですけどね、今回ですね、冬イベントともに入った新しいアップデートによる機能とかっていうところをですね、見ていきたいと思っております。で、早速なんですけど、まずこちら一つ目なんですが、今回ね、あの一番でかいね、ポイントはあのこれなんだけど、スコーチドアースがアセンションを追加したっていうのが多分ね、今回かなりでかいと思います。で、これどういうことかっていうと、アセンションって何かというとですね、この左上のさ、このインプラントに書いてある、ちょっとね、よく見ないとわかんないんだけど、まあ、あの攻略したら、攻略したエリアが記載されて、レベルがあのプラス5とかされるんですよっていう感じで、一定のボスを攻略するとレベルアップの上限があの増えますっていうのがですね、アセンションになるんだけど、それがスコーチドアースにも追加されたらしいです。らしい。っていうのも、まだ俺実証実験してないから、なんか追加されてレベル上限がスコーチドアースもアベレーションとかみたいな感じで上限解放がされたような感じらしいので、そこがですね、かなり一番大きいところで、まあ、あの要するにミョルニルへのハードルが非常に低くなったという形ですので、まあ、結構ですね、俺的にはこのミョルニルっていう190レベルがね、すげえだるかったんだけど、そこがまああの15プラスされたとしてもですね、まあ、あの205になるので、現状の最高レベル205とかなのかな、わかんないけど、どこまでアセンションでプラスされるかちょっとわかんないんですが、まあ、通常であれば555とかだっけ、まあ、あのそこら辺はまたあのアセンションの、一応実証実験的な感じで解説動画をね、実験しつつ撮ろうかと思っておりますので、あれなんですが、一旦ですね、アップデートが入りましたよという形で、アセンションがスコーチダースにも入って、アセンションというところでレベルアップ上限が解放されるのかなっていう感じで、ボスのマンティカですね、これを倒すことによってレベルアップするのかなっていったところがですね、追加されたのが、なんかもうアーク最後の年になって、急にね、なんかスコーチダースにこんなのが追加されてびっくりです。だったら早く追加しておけばよかったんじゃないかと思います。あの人口こんな少ないんで、スコーチダース、はい。スコーチダースさん、ちょっとかわいそうです。はい、という感じになっております。で、ですね、そんな感じで、結構スコーチダースがね、あの一番大きいかなと俺は思ってるんですが、まあ、その他にもですね、あの新しいものね、入ってますので、そこも合わせて紹介できればと思っております。で、次がですね、あの結構これも面白くて、すべてのストーリーマップですね。ストーリーマップは何かというと、有料で買う DLC の新規追加マップということなので、古い方の最初のシーズンパスが、スコーチド・アース・アベレーション・エクスティンクションという形。で、次がジェネシスパスで、ジェネシスパート1、2っていう感じなので、ここのね、マップたちに、まあ、あの一部でジェネシスとかはオープニングあったりするんだけど、そういったね、もともとなんかオープニングとかなかったりっていうところの部分がですね、あの追加されたみたいなので、まああのエピローグとあのプロローグって書いてあるので、おそらく、まあ、最初と最後に、まあ、あるのかなと。俺もね、なんか間違えてエクスティンクション編を今ねやってて、エクスティンクションのあの廃墟になった街を復興するみたいなね、参加型のまああのやつをやってるんだけど、生放送とかでやってる企画なんですが、それをやってる最中にあのたまたま死んで、
で、あのリスポーンした際に急にねオープニングが始まって、エクスティンクションのオープニングをねなんか急に見る羽目になったので、なんか右クリックかなんかでね、カットできたんだけど、そういうのがあったので、おそらく今後はですね、持ってる人は何かしらリスポーンとか新しいサバイバー作ったタイミングで確定で必ず見せられるような形になっておりますので、まあ、そういったね、今後はムービーがあってストーリーを強調した形にしていくっていう形なんだけど、これ多分スイッチのね逆輸入なんだよね。まあなんかスイッチ版が最近ね結構活発に動いてるんだけど、スイッチ版の運営って結構優秀で、まだ PC でね放置されている、まあ 6,7 年放置されているバグとかもねサクッと数ヶ月で直したりしてるんだけど、その中でスイッチ版との年齢層が低いから、やっぱりねキッズ向けによりストーリーがね、めっちゃストーリー分かりづらいから、そこら辺を分かりやすくするためにっていうのの、まあ施策の一つだったので、それが逆輸入されたのかなっていうようなイメージですね。先になんかスイッチ版でなんちゃらって言ってたので、まあ、多分逆輸入なんじゃないかなとは思ってるんですが、そんな感じになっております。で、これと連動して同じような方針で入ったアップデート新機能なんですけど、これはまあ、みんなもねよく見たことあると思うんですけど、この探検家の記録ですね。まあ、エクスプローラーノートと呼ばれるやつなんですけど、まあ、例えばさヘレナさんのノートとか恐竜のプロフィールの図鑑とかっていうのが急にパカッて開いて目の前にパッて現れるみたいなことあると思うんだけど、まあ、あれの時にさ文字だけでバーってあるんだけど、あれに音声がつきましたっていう形らしいです。ただしヘレナさんとロックウェルなんで、多分これの意味するところはヘレナの、まあ、これフィヨルドのキャラだからハテナハテナなんだけど、まあ、一応ねこれね分類されてるんだよね。一番左が多分ねヘレナさんだったっけ、で次がこれロックウェルだっけ、人によって分けられてるんだよね。でこれがウェン・リーだっけ、これなんとか将軍だっけっていう感じで、一応ですねこういう風に相当できるんですね、いろんなキャラクターをですね。でアイランドごととかでも相当できたりするので、そういった形でキャラクター別にですねあったりするんですが、その中でも多分ヘレナさんとロックウェルのエクスプローラーノートに音声がボイスが追加されたという形になってますね。多分そんな感じだと思いますので、新たにストーリーを、まあ、より分かってもらえるような、まあなんていうんですかね、仕組みっていうのをストーリーマップのエピローグプロローグ追加っていうところに合わせて、まあ日頃のね、まあなんていうんですかね、部分部分のストーリーをピックアップしていくエクスプローラーノートにも追加したというような形ですね。まあただね2つしかないので、まあそこはちょっと残念なんですけど、全てではないっぽいですね。多分ヘレナとロックエルだけみたいですねっていうような形になっております。で次にですね、同じような流れで、まあ一緒に追加したか分かんないんだけど、アベレーションのボスがロックエルなんだけど、そのロックエルにもボイスムービーが新たに追加されたっぽくて、まあ同じような形で、まあアベレーションボスのロックウェルの音声が追加されたというような形になってますね。なので結構ですね面白い形に、よりね分かりやすい形になってるんじゃないのかなというふうに思いますね。まあ、ただローカライズが間に合ってるか知らないんですけどね。はい、ローカライズという形で日本語の吹き替えがしたがね、字幕がね出るか分かんないんですけど、まあ、そこはねちょっとねやってみてっていうところになるんですが、一応そのような形になっておりますっていう形ですね。ただジェネシス2のボスもロックウェルなんですけど、まあ、そこはまあすでに結構音声とかが入っていたので、まあ多分ここに書いてないんじゃないのかなっていうふうに思いますね。ジェネシス 1,2 に関しては結構ねプロローグエピローグっていうのがしっかりしてたり、でヘレナさんのボイスで、まあミニヘレナがいたから結構さ、いろいろアドバイスとか要所要所でなんか急に会話が始まったりとかするのあるんだけど、そんな感じあったので、まあジェネ2を結構貴重にして、でまあやっぱりスイッチがスコーチドアースからまた始まりますので、新マップが出てなかったんでね、なのでそれに合わせてまあ最新のまあ形で低年齢層向けに分かりやすく出したんじゃないのかなみたいなっていうのが今回の形になってますねっていう形でですね、結構ですねいろいろ、まあ、そんな感じでスイッチ版からの逆輸入みたいなものが多くて、まあなんかストーリーをよくね分かるような感じで追加してくれたんじゃないのかなというふうに思っております。で次になんですけど、なんかねイベントからのコマンドが追加されたっぽくて、これちょっと使い方が分かんないんだけど、イベカラーが出る確率かなっていうのがコマンドで決めれるのかな、起動前に
するのかな、ちょっと分かんないんだけど、ここはねちょっと分かりづらかったので、コマンドの新しい追加に関してはちょっとね、あのテクニカルな部分ではありましたので、もしねこれ使ってるよとか、これこういう感じだよっていう形でね、あのご存知の方いたら教えていただければ幸いです。で最後にですね、アークがスタディアから撤退という形なんですけど、まああのこれスタディア何かっていうと、まあ要するにGoogle の Steam みたいな感じ、 Google の Epic みたいな感じ、 Google さんが運営してたゲームのプラットフォームって感じですね。それがあのなくなるっていう形になるので、まああのそんな感じで、あの皆さんね、あのスタディアは残念ながら今後はですね取り扱いがなくなるっていうところになっております。でまあスタディアなんてねやってる人知らないんだけどね、そもそも、はいまあ、そもそも日本上陸してないスタディアってしてるっけ、まあよくわかんないんだけど、まあ、とりあえず Google がゲーム業界から撤退したみたいな感じですかね。あの自分のプラットフォームを作ろうっていうね側面からはっていうような形になってる。それに伴ってアークもスタディアではもうこれ以上サポートしないよっていう、そんなねあの話になっております。という形で今回のですねアップデート内容としては、やっぱりねこのスイッチ版からの逆輸入なのか、ジェネシス2の流用なのかわかんないけど、まああのスイッチ版からねあのこういう情報が結構先に出てたので、まあ、スイッチ版メインでいい感じに動いたらそれあの PC とかプレステ用にさいい感じにさ変換して使おうでみたいなノリだったのかなっていうふうに思ったりもするんですが、そのような形でストーリー系が増えたかなっていう感じで、やっぱりねポイントとしては、まあ、アセンションかなっていう形になっております。で最後にですね、今回の注意点やっていきたいと思います。結構今回ですね大幅ないろいろなものが追加されて、3ギガぐらいだったらしいんだよね、アップデート容量が。なのであの結構な大型アップデートになってますっていうことは、バグが起きやすい、そういうことなんですね。なのでそこら辺皆さんね気をつけていただければと思います。結構ねバグはあの危険が危ないので、 PC の方であれば整合性のチェックはマジでやった方がいいっていう感じかな。最初1週間2週間ぐらいは、最初1、2週間で大体あの致命的なバグがあれば出てきて修正するみたいな話が Twitter とか Discord で行われますので、まあ、最初1、2週間はマジでみんな気をつけた方がいいと思う、こういう大型アップデートの場合はねっていう感じなので、ちょっとね普通のゲームと違ってアークってマジで平気であのゲームをぶっ壊すバグとかが普通に出るから、で公式サーバーとかはそこら辺のサポートしないから、そのサポートっていうのはあのバグを直す行為をするんだけど、もしそのなんかバグが原因でキャラが消えたとかはあのなんかほとんどサポートしてくれないと思う、ほとんどね。なのでそういった形になるので結構お気をつけくださいっていう感じではありますので、ちょっとねこういった大型バグの際はご注意くださいっていうところっていう感じですね。本日は、ウィンターワンダーランド冬イベントですね、この時に一緒に入ったアップデートをパッチノートを見ながら、話をしてまいりましたので、ぜひね皆さんね本当にバグだけはご注意ください。はい、何かあったらコメント欄であのコメントください。はい、一応それあの調べたりします、とりあえずは。という形で、こんな感じのニュースとかですね、あとは解説系のねアークの動画っていうのもやってるんですが、やっぱりですねあの2本柱でやってて、でもう一個の方がですね参加型で、参加勢と一緒に自分でサーバーを借りて非公式サーバーでですね結構内輪乗りとかで遊んでるんですよ。でそういったねアークの、まあ、ライフアークっていう企画なんですが、ボス攻略とかモッドを入れていろんなことをしたりとか、今だとエクスティンクションで建築モッドたくさん入れて、まあ、あのエクスティンクションのあの荒廃した街サンクチュアリを復興しようみたいなこともやってるので、ぜひねあのそちらの方を見ていただければ幸いです。で生放送でねあの公開収録してますので、火曜日木曜日、土曜日日曜日のですね、21時9時からやってますので、ぜひ見に来ていただければと思います。でもう一本ですねゲームですね、マインクラフトっていうのもですね結構力を入れてやってて、同じね生放送の B パートでやってるんですけども、そういったマインクラフトのもですねあのサーバーを借りて参加者と一緒に遊んでて、結構いろんなチャレンジとか冒険とかしてますので、建築とかもね結構いろいろやったりしてますので、ぜひねそういった面もあの見ていただければという形で、そっちはねあのマインクラフトなんでライフクラフトという企画名でやってますので、このライフワークとライフクラフトね参加型でみんなでわちゃわちゃやって楽しくねあのやってますので、ノリが一緒の人っていうのはねぜひ一緒に見ていただいたり生放送でコメントいただけたりすると嬉しいんでね、ぜひよろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。